藩の犯罪は、滋賀直屋の短編小説。1913年10月1日発行の、白樺第4巻第10号に発表。その際、末尾に、大正2年、と執筆月日が記された。若い中国人人の記述し、藩は、ナイフを投げる演芸中に、妻の首動脈を切断し、殺してしまう。ところがこの事件は、 大勢の視線の中心に行われたことでありながら、恋の豪華過ちの出来事か、全くわからなくなってしまった。裁判官との対話の中で2年ほど前に生まれた赤子が自分の子ではなかったことによって、妻と不安になったこと、それに伴って妻に対して激しい憎しみを感じていたこと、事件の全般には、 本当の生活に生きるために妻を殺してしまおうと考えていたことが明らかになる。藩は事件の晩にどうしても自分は無罪にならなければならぬと決心し、それが過失と思えるよう申し立ての下ごしらえをして、見るが全晩殺すということを考えただけで誤殺と決める理由になるだろうかと思うと、だんだんに自分でもわからなくなり、急にじっとしていられないほどの興奮を起こす。 これらを、藩は正直に、快活な心持ちで話して、室を出ていくと、裁判官は何か知れぬ興奮を感じ、すぐにペンを取り上げその場で、無罪と書いた。本作品は1918年1月16日刊行の夜の光に収録され、その際、細かい集定のほか、書出末尾の部分に削除と訂正が加えられた。創作予断には、品人の記述で、 この小説に書いたようなものがあるが、あれでもし一人がカズトを殺した場合、過失過去かわか,からなくなるだろうと考えたのが、思いつきの一つ。ところがそんなことを考えて間もなく、私の近い重邸で、あの小説にあるような夫婦関係から自殺して、両つた男があった。私は少し憤慨した心を持ちで、どうしても二人が両立しない場合には、 自分が死ぬより女を殺す方がましだつだというようなことを考えた。気持ちの上で負けて自分を殺している落ちた善良な性質の重帝が歯が床つた。そしてそれにシナ人の記述をつけて書いたのが藩の犯罪である。とある。重帝の自殺は1913年7月29日のことでそれをモチーフとして8月7日に書かれた重邸の詩。 および9月1.9日に執筆記録のあるシナ人の殺人が犯の犯罪の原型である。9月13日の日記にはどうしても犯の犯罪に手がつかぬ。14日には犯の犯罪を書き上げた。疲労しきつた。とある。最終的に完成したのは9月24日のことで犯の犯罪を後半ほとんど書いた。不快から来た興奮と 全版3時間くらいしかねなかった疲労が、それを助けて書き上げさした。参集者へ持つ手を行った。とある。ありがとうございます。